さあさドレスに着替えて世界一のお姫様踊りましょ。やばいやばいやばい、盛大に遅刻しちゃった。1時間も遅刻してるよ。絶対今日はミオとセバスにこっぴどく怒られそう。あ、もう魔法の訓練してるよね。ごめん2人とも、めちゃくちゃ遅刻しちゃった。魔王様、遅ようございます。あ、遅ようございます。ミオ、おはよう。ごめんね、ちょっと遅れちゃって。あら、お姉様、遅ようございます。うん、もう本当に何も言えない。申し訳ございません、申し訳ございません。お姉様、昨夜は何をしてらっしゃったのですか？またどうせ遅くまでテレビを見てたんですか？あははは、いや、実は推してる人が深夜にドラマ始めたから。またお姉様、ちょっとマイナーな俳優さんにハマってるの？まったくもう、お姉様もいいお年なんですから、いい加減リアルを充実させた方がいいんじゃございませんか？悪かったね。そういうミオは最近充実したエピソードでもあるの？私はもちろんございますわ。翔太くんと見に行ったあの雪山のイルミネーション綺麗だったな。アクション。う、今なんかミオちゃんとこないだ行った曇ってて全然見えない雪山のイルミネーション思い出したな。へえ、そうなんだ。でもまあ若いうちはいろんなところに行っておくべきよね。私はもうほとんど行き尽くしちゃったからさ。そういうお姉様は、じゃあここ最近で男の人とデートに行ったのはいつですか？それはそのもう何年も前のことかな。まあまあその辺にしときましょう。魔王様も素敵な女性ですから、きっとそのうちいい人が現れますよ。だといいんだけどね。お姉様もちんたらしてるとおばさんになって誰からもデート誘われなくなりますわよ。もうミオのやつ。よし、配達も終わったし、ちょっと喉渇いたからコンビニでも寄っていくか。だんだん暖かくなってきたな。ま、俺はこのぐらいの方がちょうどいいけど。あれ、その姿は早乙女少年。なんだよ、魔法使いか。なんか買いに来たのか？そうそう、魔法の訓練の遅刻しちゃったからミオにこっぴどく怒られて、ちょっとストレス発散に甘いものでも買おうかなって。早乙女少年、ついでだからなんかジュース買ってあげるよ。いいよ、俺が買うよ。遠慮するなよ、私年上なんだから。年下扱いすんなよ、俺が買ってやるよ。いいってば、遠慮しないで。お前こそ遠慮すんなよ。仲がいいですね、恋人同士ですか？違います、ただの知り合いで。そうですよ、この子まだ高校生だし。高校生は関係ねえだろ。あ、ごめんごめん、私おばちゃんだからさ。お前のどこがおばちゃんなんだよ。なんだこの二人、早く付き合っちまえばいいのに。ごめんね、結局私が買ってもらっちゃった。いいよ、そのぐらい。それじゃあな、俺配達戻るから。そうだ、早乙女少年、お礼と言ってはなんなんだけど、実はこないだ仕事の関係で映画の無料チケット2枚もらったんだ。私一緒に見に行く相手とかいないしさ、よかったら一緒に行かない？映画か、しばらく見てねえな。わかったよ、一緒に行ってやるよ。オッケー、それじゃあ連絡先教えといて、今度日程合わせるから。映画か、久しぶりに見に行くな。ん？待てよ、映画ってことはもしかして二人で見に行くのか？二人で見に行くってことは、それってデートってやつじゃないのか？マジかよ、あいつと2人で映画館でデートデートだよな。あ、ちょっと待てよ、落ち着け。一旦ちょっと たこ焼きでも買うか。おう、早乙女くんじゃねえか。なんだ、たこ焼き買っていくか。なんだ、どうしたんだ。あ、暑いよ、早乙女くん、暑いって。それデートか、あいつとデート2人で。なんか早乙女くん自身が熱々になってんじゃねえか。早乙女くん、何飲むでやんすか？拙者まだ選んでるから先に押していいでやんすよ。早乙女くん、早乙女くん。はあ、
どうしたんでやんすか、早乙女くん。なんか意識がどっかに飛んでるでやんすよ。あ、悪い悪い。な、何飲もうかな。それじゃあコーラにするか。早乙女くん、それ野菜ジュースでやんすよ。一体全体どうしたでやんすか、早乙女くん。なんだか頭が上の空っていうか。あ、そのメガネ、ちょっと相談したいことがあるんだけど。メガネはデートってしたことあるか？デートってもしかしてあのリア充しか使えないイベントのことでやんすか？っていうかその前に早乙女くんってもしかしてデートしたことないんでやんすか？別にそういうことじゃねえよ。あ、これ図星だ。まあでも拙者ゲーム上では100本以上のギャルゲーをこなしているんで、デートのノウハウは頭に叩き込んでるでやんすよ。ツンデレタイプ、デレデレタイプ、ノーマルタイプ、ヤンデレタイプ、もうすべてのキャラクターの性能を把握しております。そうか。それじゃあ年上ってどう扱ったらいいんだ？そうでやんすね、年上の女性っていうのはどうしても年上だからって言って自分がしっかりしなきゃと思いがちでやんすよ。だから男側は年なんて関係なく俺に甘えろよみたいな感じでどっしり構えときゃいいんでやんすよ。だいたいそういう選択肢を選んでたらハッピーエンドのフラグが立ってたでやんす、ゲーム上では。なるほどな。メガネお前すげえな。全部ゲームの話でやんすよ。よし、それじゃあ俺はどっしり構えときゃいいわけだな。だいたいイベント中は何かしらのハプニングが起きるから気をつけるでやんすよ、早乙女くん。ダメだ、しっかりしろ。俺緊張なんてすんな。どしっと構えるんだよ。お、いた。おーい、魔法使いよ。早乙女少年ごめんね、今日は付き合ってもらっちゃって。まあ映画がタダで見れるんだからな、しょうがねえから付き合ってやるよ。ありがとう。最近新しくできた映画館みたいだから楽しみだね。へえ、こんなところに映画館できたんだな。早速中に入ってみるか。こんな感じなんだ。結構お客さん多いな。うちの制服もいっぱいいるし。ごめんね早乙女少年、旗から見たらカップルと思われちゃうかもね。まあそう勘違いするやつもいるだろうな。一応チケットの発券だけしなきゃいけないから。あそこか。ちょっと早乙女少年待っててね。はあ、なんか俺だけ余裕ないって感じだな。あいつやっぱこういうの慣れてんのかな。やば、映画館で男の人と二人でデートするなんてほんといつぶりだろう。と、年上なんだから私はしっかりしなきゃね。それでは間もなく上映いたします。シアターにどうぞ。俺たちの席はと、確かこの列の真ん中らへんだったな。こっちか。すみません、ちょっと通ります。よし、ここだな。早乙女少年、この映画結構感動系なんだけどよかった？別に気にしねえよ。もしかして俺アクション系が好きだと思ってんだろ。意外とこういうのが好きだったりするんだぜ。へえ、意外だった。早乙女少年のことだから喧嘩とかする映画の方が好きなのかなって。お、どうやら始まるみたいだぜ。目が見えるようになったのも私の行いのおかげってわけ。そうだね、間違いない。この子は僕の心に明かりを灯してくれて元気にしてくれた小さな神様でした。すげえいい映画だったな、魔法使い。ほんと健康な私たちって幸せだね。ありがとね早乙女少年、映画すっごく楽しかった。俺も思ってたより感動しちまったよ。あー、悪い、ちょっとお手洗い行ってきてもいい？うん、それじゃあここで待っとくね。よう姉ちゃん、かわいいじゃねえか。一人？よかったら俺たちと遊ばない？あー、ごめんなさい、私一人じゃないんです。そうなんだ。男？女？ま、仮に男だったとしても俺たちと遊ぶ方が楽しいぜ。あー、めんどくさいな。早乙女少年が来る前に片付けちゃおっかな。ダメ、そういうことするから女の子らしさが消えちゃうんだよ。あれ、魔法使い、その人たち知り合い？あ、全然知り合いでもなんでもない、急に声かけられただけ。
ちなんだよ男連れか。今時流行らなさそうなヘッドホンしてんな、ダッセ。うわぁ、絶対早乙女少年怒るよ。悪かったな。でも俺はこれ好きでやってんだよ。それでこの女の人に何の用だよ。悪いけど今日は俺がこいつと約束してるから、絶対に誰にも横入りさせねえけどな。なんか早乙女少年ちょっと雰囲気変わった。はっ、お姉さんもこんなダッセー男選ぶぐらいだったら見る目がねえな。どっか行こうぜ。早乙女少年、いつもだったらめちゃくちゃ怒りそうなのによかったの？いいよ、今日は別に喧嘩しに来たわけじゃねえんだから。それにあいつらがもしあんたに手出してたら思いっきり切れてやろうと思ったんだよ。ま、俺が手出さなくってもあんた強えから関係ないだろうけどな。ふーん、そっか、早乙女少年も成長していってるんだな。ほら、さっさと帰るぞ。やっぱり私早乙女少年のこと好きなのかな。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタン、高評価もよろしく。ツイッターもやってます。概要欄にリンク載せてるから、よかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。明日も元気に頑張ろな。バイバーイ。